はい、まあ、麻生さん、またやってくれましたね。なんか、防衛費増税、反対7割なんですけども、これでも国民の理解を得たらしいですね。麻生さんの目はどこについてるんでしょうかね。<laughs> 一体、困ったもんです。まあ、こういったことをね、散々パラ言ってる人ですから、早くね、消えてほしいなと思うんですけども、いや、本当にこういう人がいる限り、私たちの暮らしが楽になるわけないですよね。麻生太郎。本当麻生太郎。責任力。本当にね、自民党から引きずり下ろされた、その原因を作った張本人。 麻生太郎、はあ、困ったもんですまあね防衛費の増税には賛成してないですよまあ防衛費ですから、ね、防衛を強化することには賛成は多かったぐらいにしといたら方がいいんじゃないかなと思いますけどもどんなですかねこの人ね困ったもんですね